刑務所の中で聞いた話なんですけど、そこの若い人ね、一緒ある組の若い人が一緒の部屋になって話してて、いやうちの親父はすごく金に汚くてとは言わないけど、厳しいというかね、まあまあ言い方がつかないということで、若い衆って言ったって部屋住みとかからはなる若い衆じゃなくて、30代40代で中途採用的な、まあそれがしのぎができたり、例えば建築関係から流れてきた人間だとか、水商売から流れてきたとか、まああるいはそういう人たちで博打が好きでもうどうにもならなくて借金ができて、若い衆になるとかっていうこともある。そこはまあ博打系で麻雀から飲み行為、っていうような、飲み行為っていうのは要するに公共ギャンブルを自ら受けちゃってっていうことですよね。そういう違法闇カジノ的な、闇カジノっていうかね、賭場を開くみたいな形でやってるところで、そうやってまあ日もさっちもいかなくなった人間を自分のところで使って体で対価を払わせるみたいな。で、麻雀なんかだとやっぱり台打ちだとか代わりに打ったりとかっていうことがあるわけですよね。で、まあそこそこ使える人間だったりすると、その金勘定だったり麻雀に代わりに打ちに行かしたりするわけです。で、一人の若い衆っていうのは結構そうは言っても、なんか見かじめを取るとか言っても若い衆を使うってそこそこ金かかるわけですよね。例えばご飯を食べさすとか、服を買って与えるとか、服は買わなきゃいけないのは体裁があるんで、ボロボロの同じものを着させてったら見た目が悪いからっていうことなんですよ。で、その人間は自分も借金があったり、博打で穴を開けたから、まあそこに罪滅ぼしてして3年ぐらい、出入りしてやったそうなんですよ。で、まあそこそこきちんとそういうものもできて、やっぱり仇になろうということで、その組長に、自分辞めさせていただけませんかと。で、私はもうここまでやってきましたけど、向いてないというか、で、することはして、しましたので、かといって、縁を切るわけじゃなく、付き合いはさせてもらいながら、生活のこともしていかなきゃいけないんで、働いて、自分の生活基盤を元に戻したいというような旨を伝えたそうなんです。そしたら、その親方組長は何を言ったかっていうと、こと細かく、その人間が来て使った飯代、博打に行って、代わりに行って、ダイソーで打たした金額、それから月日の食費、副代っていうのを全部つけてて、お前にかかったのこんだけだからって、何百万を返してけよって、こうやって言うそうです。その、特に博打でかかった金なんか膨大なんで、何千万単位になっちゃうわけですよ。要は、渡した金は返せだけど、買った金をもう計算入れてないんですよ。お前に渡したよな。その金、だからまあ、要は嫌がらせですわ。それ聞いてみんなびっくりして。っていうか、もともとそういう風らしいです。ひどいでしょ？ひどいなっていう。私もすごいな、そんな人がいるんだと思って。